お疲れ様です。ラットです。というわけで今日はねクラッシュライルやっていくんですけど、今回ね20勝チャレンジドラフトがあと残り1日を多分もう切ってるぐらいかなと思いますので、今日はねそちらの方をやっていきたいと思います。今回の20勝チャレンジ1回もうクリアしちゃったらできないんですよ。そう、もう1回クリアしちゃったらできないから、じゃあどうやって教えようってなって、言葉だけでね説明してもなーって思って、いやマジで悩んだんですけど、まあ僕ねまだクリアしてなかったんですよね。はい、というわけでやっていきたいと思います。結構苦戦してますね20チャレンジ。で、まあ、コツはですね、4コスのユニット系が強いです。マスケット、エレキ、ホバリング、ダクネ、あの辺がね最強です。でスペルは基本僕はファイボかポイズンかライトニングを選びます。基本的にはアンパイのやつあと選びますね。でこのゲームあと暗記ゲーですね。はい、暗記してください、頑張ってください。先ほど僕の手札にロケットがありました。ってことは相手はロケットありません。スパーキー僕もらいます。で、まあ僕スパーキー持ってるんで、エレキ、マジアチャ、マスケットとか強いんですよね。すいません。で、ですので、まあエレキは相手スパーキーあれば強いんですけど、ないのでマジアチャ、急ぎます。で、雪玉、僕基本雪玉かウッドかザップ。で、ミニペッカーとかランバーも強いです。で、親衛隊も強いです。親衛隊来そうなんで、オーブンにして、まあ、アンパイ、アーチャー、サンガコとかガコムレは絶対取んないです。あとは最強メガナイトですね。メガナイトめちゃくちゃ強いです。これは覚えておいた方がいいですね。で、まあ、ギガっぽいかな、これ。受けないからナイトにしよう。はい、というわけで、結構な暗記ゲーだと思っております。なんか事前に出た3枚、相手の手札3枚とかを見て、こう考えて次に回ってくるのも、こう、さっきは相手こうだったかよね、みたいな。で、こう覚えておくと、このバトルが始まった時に、この相手の3枚、例えば、ごぼうりと何かと何かっていうのを覚えていたら、ごぼうり咲いたから、この2枚がないよね、みたいな感じで、結構暗記ゲーなんですよね、これ。うん、記憶力。本当に。なんで、まあ、暗記ぐらいなら、多分誰でもできると思いますので、まあ、とか言って僕クリアできていないんで、まあそこはね、ちょっと、まあわかんないんですけど、はい。で、でもね、ラットアーカの方は、なかなか今苦しんでるんですけど、サバコのね、方は一発でね、クリアできたんですよね。なんで、まあ、ちょっとね、ドラフトの才能あるのかなと思ってますけど。さあ、ここはですね、まあ、メガナイト踏みますか。マジアチャからの、オーブンっていう選択肢もあったんですけど、まあ、一回ね、ここ防衛していきます。で、マジアチャをつけたいですね。相手ファイボの選択肢がありましたっけ？覚えてないんですよね、そう。覚えとかないといけないんですね、ファイボの選択肢があったとか。ここちょっとね、射抜けないんですけど、ダメージ稼ぎやっていきます。ここ雪玉打って延命して、オーゲイ！で、相手はスパーキーを対応していましたので、こっちが刺さりますね。さあ、これは1本取れましたね。で、まあ、こうなってしまえば、ただのもうバトルですから、まあ、ドラフト、正直、まあ、デッキ選びの時点で勝ってしまえば勝ちなんですよね。まあ、僕的絶対取るカードランキング、ナンバーワン。メガナイトですね。メガナイト。ちょっと若干風邪ひいちゃってますね。メガナイトなんかね、相手がやっぱ何持ってるか分かんないっていうので、結構どんどん攻めてきてくれたり、まあ、後ろから他のユニット裂いて、こう、様子見れるんですよね。で、攻めてきたらメガナイトズシャンで自然とカウンターの形作れますので、結構メガナイトが強いと思うんですよね。これちょっと逆でしたね。これまあ踏めるっていうか、ロイチェ来たらまあ無視かな、ワンチャン。こう守れるか。オッケーオッケーオッケー。これだけだったらムートとヒーラーを美味しくいただけるのかなと思います。ここは一回もう攻めの形は作れないので、まあ防衛を、てか防衛したいですね。残り900ですので、ラジェスペルファイヤーボール。ロイジャイですので、ここをオーブン置いてガインをしたいと思います。で、僕がザップもエレキも、ロケットもあったんで、このスパーキーを処理できないと思うんですよ。よいしょ。あ、OKOKOK。そう、処理できないですよね。ここも防衛ポイズ貼って、OKOKOK。オーブンをもう一個ぐらい置いちゃえば勝ちかなっていうので、暗記ゲーだと思ってます、本当に。暗記ゲー、記憶力ゲーっていうんですかね。で、また強いカード。ナンバーワンメガナイト。ナンバーツーが、まあ、ダクネかな、個人的には。まあ、ダクネ、マスケット、エレキ、マジアチャー、まあ、そのあたりですね。あとは、ボンバーも強いですし、親衛隊もすごい強いと思ってます。で、スパーキーね、めちゃくちゃ強いと思ってたんですけど、対策、
みんなしてるんですよね、スパーキーの。なんで、スパーキー取るか取らないかなった時に、まあ、しょっぱらにスパーキー来たら、まあ、正直取ってもいいと思うんですよね。僕は結構でも取るタイプなんですよね。で、メタ系をこう、どんどん自分も取るし、まあ、相手にこう、ライドラとか見えたら、あ、じゃあライトニング取ってみたいな感じですね。僕、クエイクとか全く取んないですね。ファイボカポイズン、アンパイ、まあ、ポイズン、まあ、正直これ好みですね、これは。相手ライトニングロケットフリーズでしたね。で、ホバリングゾーン、ホバリングこれ。ホバリングこれ強いんですよ。4コスなんですよ。4コスがぶっ壊れなんですよね、このゲーム。で、まあ僕、雪玉ハスね、トルネードあんま取らないですね。で、まあここは、そう、エレキ、ここの6種類系はマジアッチャ、エレキ、マスケットが最強ですね。ですので、まあエレキかな。ベビドラも、結構強いと思います。で、この陸受け系は、ナイトとダックプリとヒーラーですね。なんで、ないです、僕の手札に。いや、これな、アウトローキはね、あんまちょっと良くないんですよね。よいしょ、ここは、まあ、スパーキー取っちゃってもいいかな。でも、相手ロケットあったんで、まあ、スパーキーちょっとやめちゃおうかな。ボーラーかムート、ムートにします。ここ、あ、施設ボムタワーあったら、ボムタワー取りたいんですけど、ないんですよね。で、まあ、メインは結構、ここメガナイトあったら最強なんですけど、まあ、ゴレかな。ムート、ホバランバですので、まあ、ラムかゴレか。で、ここは相手の手札見て、まあ、クロスだったんで、まあ、ラムよりは陸系突破できるゴレかなって感じですね。なんか相手にバルーンとかもあったんで、まあ、相手もカードにもよるんですけど、まあ、みたいな感じで、相手のカードも見ないといけないですね。ドラフトってこう、自分のカードこう見るだけじゃなく、相手のもね、今回ちゃんと見えますので、こう、相手のカードも見て、これかなみたいな。ホバリング頂点ですね、マジ。ヤリゴブ、コウモリ、ガゴとか選ぶところで、ホバリング来たら絶対ホバリング選んでください。ホバリングマジで最強です。よいしょ。はい。で、まあ今回僕的にはホバリングもエレキも取れてるのは美味しいですね。で、ロケライトなんかだったんで、スペル相手がね、みたいな感じでこう覚えときます。覚えときます。すると何か出てきた時に、あ、じゃあスペルはもうそれだけなんだ、みたいな感じで把握できますので、ただ暇なんで雪玉打っときます。暇なんでね。ヒーラー来たー。ってことは、ダクプリ系は、ダクプリナイトは入ってないですね。よいしょ。さあ、でも言うのがちょっとずるいっすね。ここは、気合で OK。え、一発入るか。まあまあ。で、ゴールも展開したいですが、相手のメインが、ラバと、ラバと俺だったっけ？あれもう覚えてないですね。そう。これね、だから、若い子の方が有利なんですよ。言うて20ですけどね。はい。スペルもまだ出てないですね。ライトとかこの辺打ってこないってことは、ワンチャンロケ。かなぁ。わかんねえ。みたいな感じで、こう、覚えておくと、やりやすくはなってくると思います。多分、相手これでしか多分攻めてきてないんで、そう。主軸ないっすね。主軸ないことはねえな。なんかがあるんですよ。なんかがあるんですけど。うわ、いいザップ。まあまあまあ、いい感じですね。ちょっと相手が、なんか強いカード多いですね。こう、ゴレ展開しちゃおうかな。ゴレ展開して、もうワンチャン逆サイフルで攻めてきたらフル無視ですね。あ、ラバだですね、ラバ。いや、ホバリングと対空あったっけ？ねえ気がするな。ファルチェはね、ちょっと突破できない。あ、エレキありますね。オッケーオッケー。ホバ出して、もう攻めちゃいたいですね。オッケーオッケー。あ、ヒーラー。ヒーラー空ちげ。ヒーラー空ちげ。こう飛んできますね。はいはい。まあまあ、ここのムートはね、多分壊れた後も仕事してくれると思うんですね。オッケー。ここはまあ、雪玉打たなくてもいいんじゃないでしょうか。で、ここ一回ちょっと様子見つつ、うわ、こう一回ボーボー張っちゃいます。いらなかったかな。まあまあまあ。よいしょ。という感じで、さあ、対空が残ってきましたよ。ここも多分、雪玉は打ってもよかったけど、もう打たなくても良さげ。で、バーバリアンあるんで、一回ここちょっと、後ろからやっぱ組みたいですね。端前ゴレだと、バーバリアンで一気に溶かされてしまいますので、まあ、雪玉ポイズン、まあ、その辺使いつつ、攻めていければなと、思います。まあ、なんか来たらポイズン打っちゃってもいいけど、今日はですね、ここちょっと溶かしたい。相手ワンチャンライトとかここで打ってくる可能性も、まあ、ないこともない。
OK、これ陸一気に突破したいですね。バーバリアン先ほど咲きましたので、これ陸行きが辛いんじゃないでしょうか。で、ここダメージ抑えたいですね。雪玉打って、ポイズン圏内？いや、雪玉圏内です。OK って感じで、まあ、ホバリングすごい生きてますね。ホバリングエリキ、まあ、ダクネ、マジ4コスゲーですね。4コスと、まあ、あとは、まあ、メガナイトであったり、その辺かなと思いますね。あと暗記する、はい、といった感じですね。で、ここのスペルは、まあ、雪玉クッドですね。矢の雨は正直いらないかなと思ってます。で、僕雪玉よく取るんで雪玉です。で、ここはホバリング最強なんですけど、ホバリングない時はアイスウィズとか僕よく取りますね。で、結局2コスのスペルが1枚は入ってくるんで、まあコウモリとかでもいいんですよね。回転早くなるし、まあ結局サンガゴとかガゴ群れだけは絶対いらないですね。まあライトか、ライトかもファイブかポイズン。これも好みですね。これダークネクロがちょっと厄介ですね。U の、基本なんか僕はレイジとかあんま取らないですね。で、これはクロスも取らない方がいいですね。ちょっとむずいっす、ね。いや、ゴブジェイかな？ U のとかなんで、ゴブジェイのコメ、ジャイとバルーンとか覚えて、マスケット強いでしょ？これはね、ペッカかな？ワンチャン。相手ソラはなかったと思うんですよ。雪のまま、こっちソラには強いので、OK。ディガーかヒーラー。まあ、ヒーラーかな？ディガー削りがめちゃくちゃ得意な人はディガーでもいいと思うんですけど、結構ダクプリとかヒーラーとかナイトが安牌かも、かなと思います。これなんか相手強そうっすね。TL ってチームリキッドやん。そんな人いないです。2軍とかかな？海外。いろいろあるんですね。2軍とか3軍とか。すげえと思いますけど。さあ、ダクネですね。やっぱりダクネ強いんすよね。本当に。取るべきカードナンバー2ですね。個人的に。ナンバー2、ナンバー3。メガナイト最強ですね。ここメガナイトとかあったら踏めちゃうんすよね。わあ、これダクネちょっと残りますね。壊れた瞬間にコウモリに。あ、マスケット働いてた。あ、持っていいね。ここはちょっと捨てっすね。はい。相手のデッキが、ロイジャイですね。うわー。これまあヒーラーででも受けれますね。まあガールから殴ってあげて、多すぎ、観戦3人も応援してくれてる。ラッテさん、やっと20勝できるんやーってこう、ね。まだ20勝してなかったんや、わらわらってちょっとね。笑われてるかもしれないですけど。ふぅ。ふぅ。まあまあまあ。クリアすればね、時間とか関係ないんでね。はい。よし、まあ、後ろから、ここはちょっとエリアと取りましたというか、ボムタワーがありますので、何か出したら取って、ボムタワーで守られますので、こう後ろからゴブジェイ出すことによって、この間にね、前手の、あれはね、壊れてくれますので。いや、これもう一個出たらライトちっちゃいんですよね。うわ、そっちか。ここ延命したいライトニングでしたけど。うわー、やべえよー。ここやべえな。ちょっと、雪玉からの、いや、いらなかったかもな。これ、やったっすね。ちょっと待って。エリアで取れてます。ふっ！これね、もうドラフトじゃないんですよ。もうこっから。ただのバトルですからね。さ、ロイジャイに対してはペッカ出して、川から3マスのところだと完封できるんですよね。よいしょ。完封じゃない、一発っすね。うわー。よいしょ。痛えっすね。痛え。これ、アウトローがちょっとね、ああ、ボーバー入ってきましたね。ここは一回焦らず、ゆっくり後ろから行きの。いや、全然ありますよ、これ。全然あります。今、エリアド結構取ってますので、ボムタワーで絶対受けてくるんですね。ボムタワーをライトニングで飛ばして、で、相手のスペルが、なんだったっけ。ちょっと覚えてないんですけど、ここちゃっちゃ飛ばしてあげることによって、あ、もうワンテンポ遅いと、あいつを処理できたな。フッキアゴブリ。フッキアゴブリ。ヒーラーがでも回復してあげて。いや、吹き矢とアウトローは違うな。ちょっと待ってよ。まあまあまあ、落ち着け。全然いけないことはないんだ。ここポイズン貼ってきますね。あ、ボーボーしたか。してないか。OK。で、ここケツペッカしちゃうと、ハシマイロイジャイされて、大ダメージ受けてしまうので、後ろからヒーラーで、うわ、相手めっちゃ、組み立ててくると思う。これが多分完封できる説あるっす。相手やってる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 。ああいてて、ボムタワーか。ボムタワーだと、ここの後にね、アウトロー裂いてくれると思うんで、裂いたんですけど、
いやー、このボム玉が残っちゃうと突破できないですね。まあまあまあ、そう簡単にはね、20勝させないよと。まあまあまあ、さすがですね。まあまあまあ、これはね、ちょっと厳しいね。まあ、ウッドを取っていればっていう感じだったんですけど、まあ、結構雪玉の方が、なんていうんですかね、相手がコウモリとか、なんだろう、使いやすさがね、僕的には雪玉の方が高いんですよね。まあ、全然、まあ、そこは好みだと思うんですけど、たまたま僕がね、雪玉好きだったことによってね、ふぅ、よし、これはね、はい、面白くなってきましたね。これはね、そう、まあ芸人とかじゃないんで、僕はちょっと20勝しちゃいますけどね、と、はい、いきます。やだよ、メガナイトホバリング欲しいな。メガナイト取れたんですけどね、メガナイトホバリングダクネあたりちょっとね、欲しいっすね、マジで。さあ、お願い。まあ、ボンバー、まずそんぐらいっすよね。ババクワとか絶対取らない。あ、親衛隊来た。親衛隊強いって言いましたよね。さあ、ここウッドかな？山雨くウッド。まあ、ウッドにしましょうか。先ほどあんな目に遭いました。さあ、来ました。ダクネは強い。ダクネ強い。言うのも強いんですよね。相手にホバいるんですよね。ホバいるから、基本的に相手ホバ取ると思うんで、メガゴ系取りたいんですけど、まあ、メガゴもないんで、まあ、親衛隊の後ろにつけれる、まあ、吹き矢かやりゴブか、ウッド持ってるんで吹き矢取りましょうか。バルーンがあるんで、まあ、ミニピックとか相手取ったかな、見てない。忘れた。で、親衛隊にラバーさすがに重いので、ウォールブレイカーかラムライダーで、バルーンあるんでラムライダーにしましょうか。という感じで相手の手札と相談して、これマスケットかビビードラゴンなんですけど、これ手札的にウッドを取っちゃうと、範囲攻撃、コウモリとかしんどくなるんでベビーにします。マスケでもよかったんですけど。これヒーラーかダクプリ。ヒーラーで、ライトニングかな？アッパイライト、まあポイズンかライトニング。ライトニングですね。ラムライダーのこう攻めていった時に、ライトニングディンディンディンで施設とか壊せるとでかいなって。感染5人いるよ。何人いるよ、待って。恥ずかしいんだけど、これ。これ負けたら嫌なんだけど。絶対言われるやつやん、なんか。まあまあ最強カードダクネ出す。で、親衛隊もいいっすね。ヒーローも。いや、結構いいっすよ、今回。止まっちゃう。まあまあまあ。ここはね、もう、早速、形作っていきます。オッケーオッケー、ミニペッカー。さあ、で、僕、ウッド持ってるんで、この吹き矢を、矢の飴もないんですよ、泣いて。さあ、どうやって処理する？ああ、おいおい、いいよ。よしよしよし。いや、いいですね、これは。この吹き矢が生きるっていうことがもう分かっていますので、親衛隊セパした、まあ真ん中あたりかどっちかの後ろに吹き矢を出すだけで、まあ相手は苦しいよと。だいたいザッピー、ミニペッカ、ディガー、ホバリング。もうちょっと、もう後ろから左でいいかな。バルーンがもしかしたら来ますので、ラムライダーかがま、つつ、あー来ましたね。このスパーキーに対しては、まあライトニング、一応ライトニングがあるっていう感じですね。はいはいはい。あ、ヒーラーが。ちょっと、残念なことに。これなんか来たらライトニング処理したいですね。おー、気持ちいい。ふい。よしよしよし。さあ。これ、勝ったくね勝ったよね。これ負ける要素がないんですよね。しかも今、スパーキー咲きましたので、相手陣地のスパーキーの処理の仕方が言ったらないんですよね。ライトニングで一時的に、止めるぐらいしかないんですけど、今、相手は咲いたんですよ。あなたは今スパーキーを咲きました。あー、美味しい。さあ、これはもうね、ダクネと、吹き矢つけて、ドッグッショーじゃないですか、これ。ここに吹き矢出してあげて、ミニペック殴りつつ、さらには左に行くという。さあ、素晴らしい位置の吹き矢。で、この吹き矢に殴られ、スパーキーが結構壊れますね。美味しい。これライトニング打っちゃいたいですね。あ、タワーにも入れて、全部処理。さあ、ダクネが、テク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 。さあ、ここは相手苦しいようなディガーだと、僕は勝手に思っています。あー、苦しい。さあ、これは。いやー、来ましたね、皆さん。残念です、これ。多分ね、視聴者さんの一人にね、ラット負けちまえ。19勝で終わってしまえ。いけってこうね、まあ、性格悪い僕みたいな人がね、まあ、僕の視聴者さんなんでね、いたと思うんですけど。グッドゲームですね、これは。いやー、気持ちいいですね。素晴らしい。相手もこれ落ちましたね。なんで、
はい、ちょっと使っていきましょうという感じで、まあ結構相手のカードを覚えておくのは大事ですね。本当にドラフトとか結構雑にやりがちなんですよね。そうマルチとかと違ってちょっとじゃあこっちとか、まあこっちでいいかなぐらいの感覚なんですけど、ちゃんとね考えてこう集中するだけでまずデッキ選びの時点でね勝てますので、まあ、相性をね 7-3 ぐらい取っておきますと、まあ、楽にね勝てますのでね。よいしょ。はい、というところでね、これもう僕レアのエリゴレとヒーラー以外いりませんので、いらないいらないいらないって感じですね。はい、だけどホバリングですね、あのヤリゴブコウモリの小物系のところはホバリング絶対取った方がいいと思っています。はい、まあ、そんな感じですね。はい、ですので、まあ良ければね、まあ、少しでも参考になればいいかなと思います。まあ、残り時間少ないと思いますので、皆さん急いで20勝頑張ってください。では、よければね、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。では、お疲れ様でした。